イズレール、ザングウィルイズレール、ザングウィルはイギリスの作家、推理作家。父親はラトビアから亡命したユダヤ人、母親はポーランド人であった。初期のシオニストの一人で指導者、ヘルツルのもとユダヤ国家樹立のために活動した。その傍ら、ユダヤ人の生活に取材した小説や戯曲を書き好評を博した。しかし、ヘルツルの死後、 当時の植民地層、ジョゼフ・チェンバレンが提案した、英霊ウガンダ計画など、パレスチナ以外にユダヤ人国家を建設する議論で、ハイムバイツマンらと対立し、シオニズム活動から遠ざかり、世界のどこであれ適切な場所にユダヤ人の国を持とうという領土主義を唱えた。アメリカ合衆国のアイデンティティに対して、メルティングポット論を唱え、 それが1908年発表の儀曲に現れている。ここから人種のルッツボーなどといった表現が生み出された。ハーバート・ジョージ・ウェルズとは親友であった。その他、推理小説もいくつか書いており、中でも、中編、ビッグ・ボーの殺人は最も古い、密室殺人者として、欧米では有名である。現代のビッグが就職しているのはミステリーであるから、この役代は語役である。 ありがとうございます。